こんにちは、リサーチャーの北葵です。今日ご紹介する本は認知バイアス辞典。これ認知バイアスと聞いてどんな本かなってパッと、想像できる方とできない方といらっしゃると思うんですけれども、帯のところすごいです。ここ帯、陰謀論、デマ、偏向報道、詐欺、詭弁、勘違い、差別、分断、なんかこう物騒な言葉が並んでます。で、この辺のことは物騒な言葉なんですけれども、大きなところを見ますと、賢い人、偉い人も見たいものだけ見るとバカになる。今日ご紹介する一冊として取り上げようと思ったのはどちらかというとこの中です。見たいものだけ見るとバカになる。この危険にものすごく今情報社会の私たちは日々さらされてるなと、そんな大げさなことでないにしても実感値としてあったので、これは情報を正しく選択するための認知バイアス辞典というタイトルに惹かれて思わず手に取りました。で、こちら奥付けを見てみますと、ほやほやの本です。2021年4月26日発行ですから本当にほやほやなんですけれども、著者としては情報文化研究所、こちらになってまして、監修者に高橋翔一郎さんのお名前が挙がっていると。で、いずれも情報研究を基盤にする専門家の人たちによる書籍なんですけれども、これが今いろんな人に一番関係あるし、自分ですね、自分自身が一番危機感を持っているっていうのはどういうことかというと、皆さんそれこそデジタル社会でスマホも手に取ってるでしょうし、パソコンと向き合っていても、とにかくあらゆるものを自分にフィットする形の情報を与えられることに非常に慣れてる社会だと思うんですね。で、そうなのに、そこに慣れているのにものすごくたくさんの情報と巡り合うから、なんだか自分は広く知見を得ているような気になっている。なのに得ているものが自分が選びたかったりするものだったり、自分の考え方と似たものばっかりに集中してるっていう、それは検索エンジンの力でサジェスチョンされたりとか、自分自身がニュースソースを勝手に選んでたりとか、いろいろな作用するんですけれども、そういうことがひどくすると1分1秒毎日24時間365日積み重なってるのが今かなと。で、このデジタル社会になるより前の自分より、なんか私自分自身の考え方がなんか偏ってきてる怖さがあったんですね。で、そのあたりのところをちょっと流されないようにしたいなと思いまして、こういう辞典なんかも利用してみたいなというふうに思います。では、目次を、ご紹介してみたいと思います。非常にやっぱり目次も興味をそそる、こういう名詞が並んでいます。例えばですけど、ソリテスパラドックスで、チェリーピッキングで、それからわら人形論法みたいなものもありますね。で、ウサギとアヒル漬け、舌先現象、いろいろありますけれども、この中で今チェリーピッキング、このチェリーピッキングはとても私たちの今の生活の中や、それから、我々が情報と対峙するときによく、陥りやすいことなので、人は見たいものしか見ない、そして見せたいものしか見せない傾向がある、こういうようなことが、添えられています。つまり情報は非常にたくさんあって、でそれで何だったら自分が何かを選んだり決めたりしようと思うときに危ないですよとか、それからこんな見方もありますよっていうことも目の前には存在するし、見てはいるんだけれども、でも自分が理解したり腑に落ちて獲得しているのは、実は自分がそもそも見たいもの、都合のいいものだけを選んでいたりとか、それからプラスの方向、いい方向の情報だけを選んでいて、ネガティブだったり反対意見だったりには目を向けないとか、そういうような傾向が人間にはもともとあるっていうのをチェリーピッキングというふうに称しています。で、作品がいつもの通りあるんですけれども、この作品にこういうふうに細かい字でいっぱい並んでるぐらい、この人間の認知バイアスの危機であったり、認知バイアスを利用した作用であったりっていうものの固有名詞トピックスが並んでいると。こんなにたくさんのいろいろな、変な形ですけど罠だったり、迂闊に陥りがちなことだったりっていうのがあると。
では馴染みのあるもの、あから順番に言ったりしますと、馴染みのあるものとしてはイグノーベル賞なんかも出てきます。イグノーベル賞なんかもやっぱり、逆の見方をしてみようっていうようなところから誕生した、賞であったりします。クリティカルシンキング、この辺は論理的にもの考えましょうというようなことで分かりやすいですけれども、ウサギとアヒル図形とか、あとこういうところに浦島太郎とかっていうような言葉も出てます。白の女王なんていう言葉も出てきます。白の女王は不思議の国のアリスの続編の鏡の国のアリス、こちらの中に出てくるエピソードで説明がされています。で、こちらはどういうことかっていうと、鏡の国のアリスですから鏡を通って別世界に迷い込んで、さまざまな冒険を繰り広げるんですけれども、その途中で出会った白の女王からアリスはお給料として週に2ペンスと1日おきのジャムを渡すというふうに持ちかけられるんですね。でそれで自分の着付け係になりなさいって命じられるっていう。ですけど、まあ、これ聞いてピンとくる人はピンとくると思うんですけれども、この、今日は今日1日おきのジャムですよっておきの人は言えませんからねみたいな形で、ここにカウントの罠があるっていう、そういうようなことの、例えば紹介なんかが、白の女王というような形で出てきたりします。でそれからここでいくと、これはゴムの手錯覚というふうなものもあります。でこれはどういうことかっていうと、ゴムの手錯覚っていうのは自分の体ではない人工物を自分の体の一部として認識する謎の現象だそうです。つまり自分の手を見えないところで自分の視野に隠れる、そういうところに置いて目の前の自分の手とそっくりなゴムの手、自分の手は見えてないんですよ。で目の前にはなんとなくゴムの手があると。で、そのゴムの手を触られると本当の自分の手も触られるような、そんな感覚がするっていう、マガーク効果っていうふうに呼ばれるものだったりもしますけれども、こういうような頭が錯覚する、頭が何かに偏ったり本当にないことに左右されるっていうことは、いいことと悪いこととの2つの使い道っていう、そういうものがあって、いろいろなところに利用されているというふうな、ことですね。でこことかは例えば内集団バイアスというふうにありますけれども、これがなぜうちの子が一番可愛いと感じるのかっていうふうにあります。自分の所属する集団やそのメンバーを高くしたり評価したり好意的に感じたりすることっていう、これもまた、バイアスなんですけど、今はちょっとどっちかっていうと内輪に厳しかったりとか、特にこのいろんな、自分の国で起きていることに、なんか外国は全部いいなって、全部国の中のことは間違ってるなとか、でそれからいやこの国の言ってることが全部正しいなって言って外がおかしいなとか、どっちにしても、物事を本質的にどっちかなって思う前に、その前にある条件で考えも左右されている、そういうようなこととかもこの認知バイアスっていうものの中の仲間の一つです。で、こんな風にちょっと積極臭い話をたくさんしているのは、本当に油断してるといろんなものに引っ張られて、日々お買い物もそうだし、それから大切なことを決めるのもそうだし、で自分の人生にとっての二者択一のこともそうだし、そういうようなことを今の社会は本当にぼーっと生きてると間違ったことに引きずられる可能性がとてもあるなと、そのことの警鐘をちょっとおこがましいですけれども、自分が危険だなと思ってこの本を手に取ったので、ぜひ皆さんにもそれをちょっと面白おかしくいろんな例を含めて、見ていただくというふうに利用していただけたらなと思って今日を紹介してみようかなというふうに思いました。でさっき作品をたくさん見せましたけれども、目次だけでもいいと思います。サブリミナル効果はよく聞いたことがあると思うんですけれども、スリーパー効果とか覆面男の語尾言うとか、こんな風に興味のあるワード、これが並んでいる目次っていうのもこの認知バイアスの面白さ、なんか心理学は皆さんお好きなんですよね。そういうような時に心理学の中でも特に人の心を操るもの、そして自分に操られてんじゃないかなっていう思い当たる節があるもの、そういうことのための、準備や知識を深めることとして、認知バイアス辞典、日々に利用できるんじゃないかなと、思いました。本日は以上です。ありがとうございます。